東武バス東武バスウエスト、ニーザ営業事務所ニーザ営業所乗り合いバス、車両高速バス車両東武バスウエスト、ニーザ営業事務所とは、埼玉県ニーザ市大和田4丁目15の6にある、東武バスウエストの営業所。一時期は、川越営業事務所の参加であった。最寄りバス停名は、ニーザ車庫である。同停留所には、西武バス市32系統も通るが、西武バスは、 バス停の設置がないため通過する。東武東上線なります駅富士見野駅間の沿線を路線エリアとする広範囲な運用が特徴の営業所で東武東上線の駅と沿線の団地、住宅地とを結ぶ短距離の路線が主体ある。対別してなります、和光、朝霞四季の2エリアに分割されており、エリア総合間を連絡する路線は設定されていない。かつては、 鶴瀬・富士見の、上福岡エリアの路線も抱えていたが、川越営業事務所に移管させたことで一度同エリアから撤退した。しかし、2015年4月新設のララポート富士見線を、新座営業事務所が引き受けたため、再び、富士見の、鶴瀬方面に乗り入れるようになった。2017年現在、担当する和光市内と浅香市内を結ぶ自社の路線が、なく、和光市内は、 飛び地の状態となっている。東営業所付近のエリアは、西部バス、国際工業バスなどが多くの系統を設定しており、東部バスは、和光市、四季市、富士見市、富士見野市での路線展開が目立つ。全て特殊区間運賃制である。成増駅宮本和光市駅北口方面1997年までは、増例7は、成増駅北口宮本間の運用で、 成増駅北口方面は午前中のみ、宮本方面は午後のみのという運用だった。当時成増駅北口の終点は、成増坂上の向かい側の校舎場が終点であった。これは、成増駅北口ロータリー前にある道路が和光市方向の一方通行だったためで、校舎後階層で踏切を左折し請求通りを経由し、成増が、丘小学校裏交差点を右折して、 赤塚高台の交差点に出る。宮本へ改装するときは、交差点を左折し上、赤塚交番南へ左折してみその通りをしばらく、道なりに行くと、吹上紙の前の交差点を左折してささめ通りで、宮本へ戻る。成増駅北口へは、赤塚高台の交差点を右折して、次の信号を右折して、成増駅北口へ到着する。宮本終点後は、 宮本付近が折り返すスペースがないために、成増駅北口へ改装していた。宮本から、成増駅北口への改装は、笹目通りを出て、レインボーモータースクール前の交差点を右折し、吹上観音した交差点を左折し、味噌の通りを経て、成増駅北口へ改装する。1997年に、成増駅北口ロータリーが、改良工事が完成し、 ロータリー前の道路が両方向と通行できるようになり、成増坂上の向かい側にあった成増駅北口の降車場が廃止され、終日成増駅北口のロータリーまで延伸したと、同時に、宮本奈良の下吹上げ観音した市場間を延伸して、現在の宮本循環線となる。増令9は、成増駅北口から、白子山頂目当館は、増令7と並走し、 この増0級は、成増駅発、和光市駅発とも時間帯に関係なく、吹上紙観音化を経由する。宮本付近の道路が狭く、原則中が他社のみの運用となっている。成増駅南口埼玉病院、南大和方面像32は、過去に、諏訪原発機の運用もあった間は改装。全線にわたって、西武バス線33、泉34系統と、 並行しているが、一部で停留場の有無、位置名称が異なる。また、埼玉病院までは、和光市駅南口発着の和霊6系統とも、並行している。和光市駅南口司法研究所方面費中西山和団地、和光市南方面、また左右には、司法研修所、税務大学校などの利用者が使用する。和霊1、和霊1は、 司法研修所循環の出入小便である。2県った到着後、改装となり南大和の折り返し場、または、新座営業所へ入庫する。出庫時は南一丁目まで改装して、和光市駅南口業になる。かつて存在した和霊7は、和霊1と口述する和霊3を統合したものである。和光市駅和光高校循環時間帯にかかわらず、和光高校先回りで運行される。 ほとんどの便が、我 A3 であり、南口に乗り入れるバスは少ない。和12系統は、我 A7 のうち司法研究所循環の部分を短縮したものである。運行は、我 A7 と同じく平日1本のみである。和光市駅南口埼玉病院、裁判所方面は06は、全日朝と夜は、埼玉病院敷地内を経由しない便がある。平日1便のみ、 混雑対策のために、税務大学専門始発和光市駅南口駅が運行されている。和令8は、主に裁判所職員総合研修所、国立保健医療科学院、税務大学校の利用者を駅と結ぶための路線であることから、朝夕のみの運行となっている。土日、祝日は運休。和令9は、和光市駅と埼玉病院を結ぶための路線。 平日のみ裁判所職員総合研修所を経由する。以前は平日の日中1時間に2便設定されていたが、2018年現在は平日に1日1本、土日祝日の1日2本になり、代わりに和礼録が増発されている。和光市駅南口から自衛隊、駐屯地方面陸上自衛隊や坂駐屯地と駅を結ぶための路線であり、朝、 言のみの運行である。途中停留所は、図書館、本町小学校のみである。和光市駅北口、SG、リアルティ和光方面和光市北部にある、巨大倉庫、SG、リアルティ和光への通勤路線である。途中停留所がなく直行する。往路袋とも、外環道の速道を通るが、袋は一旦北に抜け、東京北部郵便局の北の交差点を右折し、 国道254号和光富士見バイパスに入り、南下して、松の木島交差点を右折し、再び外環道の、側道に入り、和光市駅方面に向かう。朝霞駅宮台北朝霞駅方面、朝霞駅東口から朝香田島までは、国際工業バス長50系統と並走する。毎時一本程度運行されている。朝霞駅溝沼坂下朝霞台駅方面北、朝霞駅下、 宗岡循環北朝霞駅から宮戸で宗岡地区を循環する路線で国際工業バス西浦和営業所との共感路線である。平日ラッシュ時間帯を除き同1時間帯には国際工業、東部のどちらか1台のみで運行される。国際工業バスとは毎年4月に担当便の入れ替えを実施している。このため東部バスとしては数少ない枝番系統を使用している。 かつては、四季駅発着だったが、1997年4月16日の、ダイヤ改正で、北朝霞駅発着に変更された。四季駅東口から丘の坂上下南端、富士見高校方面市21は、通学時間帯に運行されている。志25は2015年4月10日のララポート、富士見オープンに伴い新設された。このダイヤ改正で、 心差し21の多くが心差し25となった。四季駅東口市場坂上新座車庫、方面土日祝日の一便のみ運行。四季駅南口新座車庫、新座団地方面当初は平日ダイヤと休日ダイヤがあったが、2011年5月16日より土曜、ダイヤを休日ダイヤへ統合の上で土曜、休日ダイヤに一括化され、平日ダイヤの深夜バスも新設された。 鶴瀬駅ララポート、富士見方面、富士見の駅ララポート、富士見方面ララポート、富士見オープンに伴い2015年4月1日、新設。富士見市役所前は、鶴玲2の平日、土休日のみ停車し、鶴玲2の土休日と富士玲5は停車しない。富士玲5系統はかつては、国際工業バスとの共感度線であったが、2020年9月30日の運行をもって、 国際工業バスが撤退したことに伴い、東部バスウエストの単独運行となった。当初は、東部鉄道新井座営業所として運行。川越観光自動車へ移管したが、東部バスウエスト発足後に再移管された。国際工業バス西浦和営業所、西部バス、新井座営業所と、共管乗車は、池袋駅西口のみ。運賃は後払い。 2012年10月29日に、ミッドナイトアロー川越と、ミッドナイトアロー和光、四季を統合し新設された路線。富士見野駅については、羽田空港第2ターミナル19時10分以降の便が、入る東部東上線和光市駅、浅香台駅、四季駅を乗り換えなしで、東京スカイツリータウンにダイレクトに結ぶ路線。2012年12月20日に開業。 バスもスイカなどの交通系 IC カードが使用できる。2014年3月31日までは西部バスとの共同運行であった。2015年7月21日運行開始。東部バスセントラルと共同運行。一部の便がホテルイースト21東京に停車する。2019年3月31日までは京浜急行バスとの共同運行であった。 1989年以降に廃止された主な系統を記載。系統の延長、分割に伴う廃止は除外。2010年現在、日野社が指定車種とされているが、1992年までは、イスズ社が指定車種とされていた。例外として、宮本巡艦線用の一般路線中型用の3台、空港リム人用の2台の計5台イスズ社が配置されている。 2020年12月には、豊高い CHV、空が、西部バスと共にしるべされる入り予定。一時期、川越観光バスの車両が配置されていた。2002年4月の川越観光自動車川越、営業所の廃止後、和光市内循環用の車両が、東部バスに移管される2003年3月まで、東営業所に配置されたものである。ありがとうございます。